るか？妙に静かだ。まるでこの地に呪いがかけられてでもいるかのようだな。オーニルとユミルか。二人はどうしたんだ？ユミルが死んだか。偵察だ、スニン。
に違いない。立ち向かったんだな。オーニルか。悪い予感が当たったな。だがその死は無駄にしないぞ。食い散らかされてこの島には誰もいない。離れるべきだな。追ってしまうぞ。構え！放て！放て！
何する、うん、まさかこんな風になるとは。Thank you.
広くさまよい、遠くまで旅をしてきた者は、人間の本質の及ぶところを知り、常識を身につける。Sack me the- がこもりそうだ。ありゃなんだ、多分
ようだ。盗賊に連れて行かれた。急いでくれ、早く。盗賊に連れて行かれただって。見た通りのおっかないもの知らずなら来てくれ。報酬もたんまりもらえるぞ。すぐそこだぞ。急げ、市長が殺される。身代金の要求もなしにか。とにかく急げ。すぐ近くだ。さあ、敵は目の前だぞ。居場所を知ってるなら案内しろ。分かった、ついてこい。くだらん賭けに出た結果、奴らは死んだ。協力しないと殺すって脅されて。我が身可愛さで赤の他人を死なせるのか。俺の村は残虐な巨飛びに焼かれた。で、みんな森へ逃げ込んで、生き延びた奴は絶望して心が歪んだんだよ。あんたが殺したオラフは故郷のために戦おうとか言ってた。でも本当は金儲けがしたかっただけなんだ。相手が悪かったな。私はカラスの戦士団の者、巨飛びの宿敵だ。敵が同じ？あんたを利用すべきじゃなかった。それに戦う相手も間違えたな。そこは間違ってない。あんた強そうだったから、オラフを殺すか俺が逃げられるぐらい弱らせてくれるかって。お前は若く愚かだ。命だけは助けてやろう。だが今度私を騙したり大事なものを傷つけたりしたら、ヘルヘイムの魔の森で仲間と再会することになるぞ。大丈夫、もう会うことはないさ。煙のように姿をくらませるからな。